ジョン・アレキ・サンダー・フレックは、スコットランド・グラスゴー出身のプロサッカー選手。イングランド・プレミアリーグのシェフィールド・ユナイテッド・ FC に、所属している。ポジションは MF。2005年に、レンジャーズ・ FC のユース・アカデミーに入団。2007から08シーズンに16歳で、トップチームに昇格。2008年1月23日のスコティッシュカップの、イースト・スターリング・シャー・ FC 戦で、 プロデビュー。同年5月のアバディーン FC 戦でスコティッシュ、プレミアシップ初出場。同年シーズンは、スコティッシュカップと、スコティッシュリーグカップで優勝。翌2008から09シーズンは、リーグ優勝を経験したものの、出場機会に恵まれず、2012年1月から、半年間は、ブラックプール FC へのローン移籍を経験。同年6月に、 レンジャーズとの契約が満了した。2012年7月4日、エフルリーグ1のコベントリーシティ FC と契約。加入後はコベントリーの主力選手に成長し、2015から16シーズンにはクラブ最優秀選手に選出された。2016年7月8日、シェフィールドユナイテッド FC と3年契約を締結。加入1年目の2016から17シーズンは、 エフルリーグ1で優勝。2018から19シーズンにはエフルチャンピオンシップで2位に入り、2006から07シーズン以来のプレミアリーグ復帰が決まり、フレック自身初のプレミアリーグでのプレーが実現することになった。2019年11月3日のバーンリー FC 戦でプレミアリーグ初ゴールを記録。24日のマンチェスターユナイテッド FC 戦では先制ゴールを決め、 3から3の乱戦を演じた。12月14日のアストンビラ FC 戦では2ゴールを決め、2から0の勝利に導くなど、チームの中心選手として活躍し、2020年1月にはアーセナル FC がフレックの獲得に興味を示していると報じられた。2007年から2012年にかけては、ユース世代のスコットランド代表でプレー。 2018年11月のイスラエル戦に代表初招集。翌2019年10月10日のロシア戦でフル代表初出場を果たした。ありがとうございます。